マリーナベイ市街地コースではシンガポールグランプリが間もなくスタートです。シンガポールの意味はライオンの街。今週末は F1 が雄たけびを上げて走ります。市街地の路面は凸凹が多く、
難易度の高いサーキットです。湿度も高く、レース中に3キロも体重が減るそうです。また1周23カ所もコーナーがあり、マシンにも過酷なコースです。低速域でのダウンフォースが鍵になります。シーズン終了が間近となり、各チームに残された時間もわずかです。土壇場の逆転はあるのか、首位チームが逃げ切るのか、見どころですね。さあ、前置きはさておき、始めましょう。フリー走行3回目が終了し、いよいよ公式予選です。練習は終わり、緊張感が高まります。明日のレースに向けて、いよいよ各チームがベストラップタイムを競い合います。いいラップタイムを1回出しただけでは、最良のポジションは確保できません。成功を収めるには、最高のラップタイムをコンスタントに叩き出す必要があります。さあ皆様、いよいよ始まります。Radio check. I think it's okay. Green light.
this session over. Radio check. Yeah, radio check.
Radio check. Radio check, okay. Radio check.